菅沼バンカーショット。手前から転がっていって下り締め、転がっていって、ボールが転がっていってここまで来ました。はい、ナイスです。はい、さあ菅沼はこの後このバーディーパットを沈めてまた一つ先に行くんでしょうか。それとも6アンダーで3人が並ぶという状況になるんでしょうか。佐久間選手のアプローチも、はい、あのいいアプローチをしてくるからこそ、はい、やはりこう菅沼選手にとってもこう集中力が上がっていく。なるほど。もうここはもう本当に集中していかなきゃいけないっていう。